どうも、シルゴです。ピンクの妖精、ジライちゃんです。1857です。レッドです。今日は、マインクラフトで、イントロール初のエンダードラゴン討伐をしようじゃないかという。はい。ついに、倒したことなかったんでね。とっておきのね、本当にとっておきの。倒したら終わりなんじゃないかなってぐらいのやつだもんね。確かに。うん、この中に倒したことある人いるんですか？いや、ないな、俺は。ない、ないです。え、地雷ちゃんは？もちろん、ないです。もう、とっておきなんで。ああ、本当にね。じゃあ、もう、今日のために、残しといたぐらいのね。うん、そう、むしろ。はい。よし、じゃあ、エンダードラゴン討伐へのね、手順なるものが、はい、ググったら出てきましたんで、それを参考にね、やっていきたいんですけども、今日はですね、とりあえずネザーに行って、ブレイズさんの討伐かな？あと、まあ、エンダーマンから拾えるエンダーパール使ってのエンダーアイをまず集めるところから、はい、行きましょう。ズボンつくの忘れてたわ、俺ちょっと。ズボン忘れちゃったんだけど。ズボンも着な。ズボンちょっともう。この鉄装備しかないけど。あるよ。ズボンあるよ。る。ズボンある？ズボンある。もう全部ある。はい。わあ、ありがとう。ジライちゃんのちょっとオフルだけど大丈夫。お下がりのズボンで。で。うん。いいんじゃない？なんか作っちゃえ。かっこいい場所にね。大事なポータルだからやっぱ。立てる場所大事だからね。はいはい。んちょっと俺アーマーこれ削れちゃってるんだけどさ、これお下がりだからってこと？おお。お。もうあっという間に作るじゃん。どっちからこれ？どっちから入る？こっちからやっぱ水辺の方から。どっちでも行け。こっちからの方がちょっとかっこいいじゃん。水辺の方から。そうだ、こっちからね。水辺の方から。じゃあ行けます。行く、はい、行くか。はい。はい。おーおお。はい、後輩。うわー、ぐにゃぐにゃする。旅の扉だ。ここが、ネザーね。うん。すごい、なんか、めっちゃ安心じゃん。あー、もうダメだ。あー、ずっと揺れてる。なんだ、これ。あれかもしれん。これ、地雷さんの。これ、地雷ちゃんが、はい、あれかも。やべ、俺なんですか、ピッケル忘れてきたわ。ジライちゃんがあれかも。ジライちゃん多分ビントロ村の近くでポータルを開いたことがあって、はいはいはい、これがあれかね、多分これがあれです、多分。あ、気をつけて、これってるんだ。どういうこと、うん、これがあれかねってどういうこと。ある程度近いところでポータルを作ると、同じ場所に繋がっちゃうみたいな。へえ。つまりジライさんはここをもう踏破ある程度してるってことでしょ。いや、してないです。ここは踏破してない。ここはちょっとあまりにも場所が過酷だったために、これだったの、これなんかジライちゃんが作ったやつ。これは、いや、この中に覆われてるやつがジライちゃん。あ、そうなの。これは何だったの。なんかいるよ。これはちょっとわかんない。これはまた別の人。うん、ちょっとわかんない。うちが探してるブレイズなるものはあれでしょ、炎のお化けでしょ。うんうん。じゃあどうした、何見つけたの。いや、ここだって松明が置かれて誰かが進んでたのあるやん。俺らの道がちょっと、俺らの初めての冒険もうすでに開拓されとるが、うん、どこ行ったの。ブレイズさん、どう、ブレイズってどこにいるのか分かんないけど、とりあえず下降りてみる。なんか浮いてる。いや、もう降りたら死んじゃうよこんなとこ。で、そのものをあろうかと持ってきました。え、水、まさかあれですか。え、水を置けない、蒸発した。水を置けない縛り確かあったかも。蒸発した。そんな生優しいことできない。あ、そういえばちょっとジャイちゃん、みんなのために、置けない縛りって、うん、まあ、とりあえずまずジャイさんのためにほら、うん、ベッド、うん、あ、すごい、ありがとう。シルコさんのためにもほらベッド、わーやった、ありがとう。ちょ、カルジさんにも、はい、はい、ありがとう。ベッド置いてセーブできるじゃん。寝といた方がいい今。うん、一回寝といた。みんな危ない。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 どうして、なにこれ、え、なにこれ、なになにこれ、危ないって。
ごめん、本当に。本当にゲームの仕様じゃないじゃん、これは。何、何、何？本当にごめん、みんな、本当に。なんで俺外れたの？の罠です。ちょっと。ちょっと、本当にごめん、みんな。何これ、何これ。ちょっと、何？責任を持って、ちょっと、空手さんの装備だけでも、ダイエットで。本当にごめんなさい。あぶね、びっくりした。寝よう。あ、出た！あ、なるほど。ベッドが爆発する。あ、ベッドが爆発するんか。ジラジラのベッド爆発する。この世界だとベッドが、やべえ、マジでごめん。ネザーが爆発する。ネザーだと爆発するんだ。じゃあ、あれか、イチャチは何も知らず爆弾を渡されてたってことだ。あ、リスポーンに設定しておいた方がいいのねと思ってベッドに横たわったら死んだ。俺マジで何が起きたか分かんなくてさ、今。え？クリーパーなんているのと思って。え、じゃあ何、わざわざ爆発させるためにみんなの色取ってきたの？いや、違う、みんなの色取ってきた時は違くないよね、違くないよね。違う、本当にごめんなさい。平井さんが俺のために用意してくれたベッドを俺が誤ってネザーで使っちゃったから、うん、爆発しちゃったんよ。ごめん、地雷さん、なんか地雷さんが悪いみたいな感じにさ、なんか、うん、悪い、悪い、いや、悪いよ、悪い。いや、悪いだろ。何、悪いみたいな感じって。地雷さんが、どこの世界で。ちょっと、一人死んでんだよ。ネザー危ないからベッドでセーブした方がいいまで言ったよね、でもね。確かに。まあ、ここをちょっとまあ編集でなんかおもろくして使ってもらって。編集でおもろくしてってなんだそれ。むちゃくちゃハードル上げやがってこっちまで。うん、これで面白くしてもらって。とんでもねえ。一応おもろい感じでリアクションしたよ。とんでもねえ。マジで何があるかあったか分かんなかったよ。いや、本当に分かんなかったよ、こっちも。マジで分かんなかった。あ、エンダーマンいるよ。倒す。倒しといてみて。倒せるかな、俺。あいつに勝てんのか。目はまあ合ってんのかな。け、なんだ、やばいな、強いだ、強いぞ、ちょっと勝てないかもしんない、ちょっとやべ、助けて。あ、ほんまや、いるわ。助けてくれ、助けてくれ。食べ物がない。いっちゃって、いっちゃって、食べ物探してる場合じゃない。いっちゃって、助けてくれ。で、俺もあとちょっとで死んじゃう。いっちゃって、助けて、いっちゃって、助けて。すげえ叫び声。あぶねえ。あぶねえ。ナイス。ちょっと食べ物より俺の命を助けてくれよ。スイカ取りすぎるしかなくて。よーし、俺たち何するんだったっけ。このチェストを冒険用チェストみたいな感じでね。俺らエンダードラゴンの前に先にこのピンクの倒した方がいいんじゃないのか。あ、要所要所で倒しといた方がいいかもしれない。倒した方がいいよね、多分ね。またまた牽制も兼ねて倒しといた方がいいよね、多分ね。お茶目と危ねえ、危ねえね、ここが危ねえんで、結構ここ気をつけないと、ここちょっとガードレール必要じゃないですか。ブロックとかでね、うまいこと。あ、お願いします、お願いします、職人さん。ブレイズってあの上から火吹いてくるやつでしょ。知ってるじゃん。そう、火の飛ばしてくるやつ。火の。マジでもね。やべよ、押すね。バギョン。なんか、跳ね返せるんよね、確か。へぇ。なんか前なんかやった、タイミングよくパリしたら跳ね返せる。立てて、ね、ここ、ね、諦める。大丈夫そう、いける。いや、いけるっしょ。ここしかないもんだって、俺らの。火の海です。なにこれ。あ、あそこになんか、剣が落ちてる。ちょ誰の剣だ。降りてもいいかも。降りるか。ここから降りるの？飛び降りたな。痛いんじゃない？この高さは大丈夫。じゃあなるべく痛くないところで降りよう。こっちの。てか、ここから、ここからだったら大丈夫ね。痛い。すぐポテトを食べる。どうしたの？剣拾われちゃったんじゃないの？あれ。違うの？あいつ元から持ってんの？剣。わかんない。なんかちょっと金色の剣持ってない？あ、なんかシフト押してるよね、これ。シフト押してるよね。あ、うん。あぶね。シフトだっけ？シフトか。コントロール。怖っ、ここ。ここめっちゃ怖くない？マジで攻撃したらみんな襲ってくるんじゃなかった？え、すげえ。やばい。それ確か攻撃したらみんな襲ってくるんじゃなかった？一回。おぉ。すげえ。なんか、
なんだろう。シリコさんなんか。やばい。溶岩から起きてるぞ。ね、めちゃめちゃ来てるよ。いっぱい来てるぞ。上からは。カルデラさん来てるぞ。え、溶岩平気なんだ。殴れねえ。全然届いてないよ、こっちから見ると。殴れないっていうか全然届いてない。手短いよ、ちょっと。もう一段下じゃない？俺が引きつけてる間に囲むわ。ちょっと待って待って。やばい、やばい、足場として利用してる。すごい。あ、でも届く、おかげで。いいよ。あ、そんなことそんなになかったね、気がするけど。いや、でもどんどん倒して倒して。もうここまで来たら倒すしかないって。俺だけなんだな。いいじゃん。ん？いいよ。あと4匹。あと3匹だよ。早い早い早い。あ、剣落としてる。お剣落ちてる、ほんとだ。あ、一人なんか違うな。なんねえな、これで。一人なんか違う死に方したな。オッケー。ナイス。ジャスさん、その金の剣、ね。金の剣、いる？いや、大丈夫、大丈夫。使ってったらいいよ。攻撃力、うん、攻撃力低い、金の剣。ちょっとあんまりね。え、いるの？こうさ。いらないかも。何に使うの？このアイテムは。ネザークォーツ。ちょっと、カルデさん、これ持っといてよ。これ。はい。これ、なんか、使えそう。帰り道？帰り道ってこと？うん、帰り道に。すげえいっぱいいるじゃん。ねえ、めっちゃいる。襲ってこない。襲ってこない。ピンクの豚さん。うん、金の剣を持つことによって。なんか、ね、確か、そうだよね。金の装備一部持っとくと、みたいな。あった。これ何？襲われないみたいな。名前がついてんの、こいつ。ピグリン。なんピグリン。ピグリン。グリーン。え、すごいよ。かわいいやん、名前。やべ、ちょっと待って、絶対襲ってくる。どいつ？なんか金のヘルメットかぶってる。え、ボスじゃん、ボス。あいつなんか、たけってきてます。強。え、なに？助けて。どうなってんの？助けて。やめろ。えい。かぶっちゃった、ダメなんじゃない？でもこいつはなんか、問答無用で襲ってきてたよ、今。地雷さんが襲われてたでしょ、だって今。ジャイさんが襲われてる時に何もすることできなかった。ただ見ていることしかできなかったわ俺。え、これ持ってきたいんだけど、これ持ってっていい？うん、いいよ。持ってこや。でもパリンパリンしちゃってるよ。え、大丈夫大丈夫？しか手に入らない。シルクタッチだったらそのまま取れる。シルクタッチか。グロウストーンダスト。なかなかおらんね。ブレイズ。どういうとこにいるの？怖いね。上？確か浮いてるはず。そうだよね。なんかお化けみたいなやつだもんね。バギョーン、バギョーン。普通にいてみたいな。バギョーン、バギョーンみたいな。バギョーンっていうの？感じで。本当かよ。え、マジマジマジ。弾は確かにそう撃ってくる。上に行く？上行くか。これ今地下。地下。どこなんだろうね。アルデスさんの道で行きます。行けんのこれ。怖いんだけど。怖いね。怖いわ。押さないでね。これ絶対殴っちゃダメだよね。イチャンさん絶対殴っちゃダメだよ。後ろからね。絶対ダメだって。いや俺はそういうのしないから。俺はって何？なんかいやそのままだよ。違う違う、事故が起こるかもしれないけど。俺はって何ってそのままだよ。え、引っかかった？なんで引っかかったよ。そうか、そうか、そうか、それごめん。そうか、そうか、事故は起こるかもしれないから。事故だよね。そうそう、事故、事故のも。そうだよな。ジクジク怖えわ、地雷ちゃんの前に歩くの怖えわ。変わってくれ。痛えわ、ここ怖え。いないいない、全然いないよね。どこなんだろう。上掘ってみていい？これ上掘ってみるよ。上っぽい、上っぽい。上行こう。掘れるよ。簡単に掘れるじゃん。そんなに掘ったら溶岩落ちてきたらどうする。いや上から絶対掘れちゃう。上真上掘ってんの、やばい。やばいやばい。行け行け。すぐみんなが逃げれるより。あーね、こっちにしねえ。ねえ、上だけ見てたら穴開いてた。なんで？ねえ、上かと思ったら下じゃん。どう
スの戻るか。ちょっと今行くよ、今行く。どうやって行くか。分かんない。え、何どこだっけ。なんか掘れないブロック出てきた。ジランちゃんが松明持って行った道戻ろう。もう無理じゃない、これ以上掘んの。俺たち今もうこの世界に閉じ込められちゃってるってこと。え、岩盤が上にあるんだ、ネザーって。え、こっちでしょ。上にも下にも。で、どっち行ったっけ。なんかこの辺からここで一回金を掘った記憶があるね。はじこさん、こっち来て。こっちだよ、こっち。はーい、どこだこれ。松明の道を。オッケー。見た。踏破した人が、あれじゃないの。多分、踏破なんて多分して、できてないはず。倒したんじゃないの、とりあえず。いや、裏から撃って、そんないないもんなの。倒す、わかんない。え、わかるかな。あ、ありがとう。おお。あ、金のヘルメットもあるよ。金の剣もある。オッケー。どこを目指していったらいいの。またいる、またいる。気をつけて。金棒撃ってる。そいつなんなん。こいつなんか牛か、牛なのか。豚じゃない。豚じゃないですか。イノシシ。豚でしょ。なんかちょっと違くない？金の鎧つけてるから。うん、金の鎧つけてればいいの？つけてみるか。フォールドセントです。なんかここら辺すごい歩きやすくて、なんかありそう、いそう。ピグリンじゃないわ。ね、この人出てくる人。チーコイのいる。え？え、見てチーコイのいる。これ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 。本当だ。子供がいる。すごい。村だね。村？持って帰る発想やばい。持って帰るよ。よだれ出てんじゃんもう。ここ村な。あ、え、なんか声がしたよ。え？あ？いる？あれじゃない？お、ちょ危ねえ。え、いるやん。出た。え、地雷ちゃん用意した？出た。いや、ラストやん。あれじゃないの、こいつのことじゃないの。これ殴っていいのかな。やっちめ。やっちまった。これじゃないの。なんか出てないよこれ。でもこいつじゃない。ガストの涙。ガストじゃん、ガストだ。ガスト。あ、ほん、あ、これガストなんだ。え、こいつじゃないの。なんかすごい違う感じのとこ来たね。え、なんかすごいよ、いろいろ。え、なんかすごくない？あ、これまたいる、またいる。これじゃないわ、ごめん、そうガスト。え、なんかすごいよ。え、なになになに、あれ。え、違う、待って、下にいるやつじゃない？下にいるやつじゃない？下にいる、あの、あ、これだ、あれだ、あれじゃない？あれだ、スライムみたいなやつだ。じゃあ、あの正面のはどうすんの？あいつどうにかして。指輪は、指輪ちょっと言う。まさか、打ち返す？誰か打ち返して、打ち返して、ライナーで。あはは、うまい。え、そんなんできるの。待って。俺もやる。これは誰狙い。俺じゃないね。もうタゲ、固定なんだね。俺なの。うん。一応、なんか、友達ね。友達になった。でもこのままだと、このままだとカルデッチが。やばい、焼け死ぬぞ。任せる、消火活動で。じゃあもう帰ろう。その下のやつ倒そう、早く。カルデッチが押さえてる間に。え、なんか、まずくない？まずくない、なんか。弓矢ないの、弓矢。あぶね。誰か、タゲが変わってない？今一生懸命消火してるから、俺。ピンコさん倒して。倒すね。殴れないわ。なんで？え？あ、倒れたよ。ん？何も出ないよ。何も出なかった。ね、あそこなんかすごくない？どこ？青いブロック？青いブロック。本当だ。何なんだろうね。青い木じゃないのあれ？木なの？木なの？